言語聴覚士国家試験合格を目指す皆さんを応援するデレットチャンネル、本日は心理測定法より信頼性について解説していきたいと思います。はい、この信頼性、深く掘り下げていくとすごく難しくてキリがないぐらいの話になると思うんですが、今回は国家試験の合格を目指す上でまずはこれを覚えておこうというものを解説していきたいと思います。はい、この動画を見ることで解けるようになる過去問がこちら、第19回の午前問題29番。問題は検査の信頼性の概念に含まれないのはどれか。1、結果の再現性。2、内的整合性。3、並行検査との透過性。4、理論的予測との一致性。5、検査の透視性。さあどれでしょう。解説していきましょう。まずこの信頼性という言葉と必ずセットで出てくるのが妥当性になります。まずはその信頼性と妥当性について簡単に解説していきます。信頼性、これは何度やっても誰がやっても同じ結果になるかということを表します。そして妥当性、調べたいことが調べられているか、測定したいものがそのテストによって、失礼、しっかりと調べられているかということを表すのが妥当性です。今回は信頼性に絞って解説していきます。はい、信頼性、これは大きく分けて一貫性、安定性、透過性の3つで構成されているそうです。まず一貫性、これは内的一貫性、または内的整合性、または透視性というふうに呼び方がたくさんあります。で、これまず同じ意味を表す呼び方、これを覚えたいと思うので、語呂合わせとして一貫した性質と覚えるといいかなと。一貫性の一貫した内的整合性、透視性、一貫した性質、はい、これで覚えられたらいいかなと思います。そしてこの一貫性を、調べる検査法として折半法とクロンバックのアルファ係数というのがあります。この折半法、これは一つのテストを半分個にして、その2つ解いた時にだいたい同じ点数、同じ結果になるかというところで一貫性を調べられるというものです。で、クロンバックのアルファ係数はもう言葉だけ覚えときましょう。一貫性1なので、アルファ係数 A、 どちらも、一番最初の文字1と A というところで覚えたら分かりやすいかなと思います。はい、そして次、安定性、これは再現性と同じ意味になります。この安定性を調べるものは再テスト法と公演のカッパー係数というものがあります。で、再テスト法っていうのは、読んだ通り、再テストをする方法なんですけど、例えばそうですね、昨日のニュースに関する問題を50問作ったとします。そしてそのテストをやってもらう、その日は昨日のニュースの話なので記憶に新しいから結構いい点数が取れる。ただそれと同じ問題を一定期間空けて、やってみたらやっぱ記憶は薄れていくので点数は下がりますよね。ってなると、同じ問題だけど、そのテストをする時期が違うことで点数に差が出る、これは再現性がないということになります。そういったところで、再現性があるかどうかを調べるのが再テスト法、これが安定性になります。声のカッパ係数は言葉だけ覚えましょう。そして最後、透過性、この透過性というのは僕が国家試験勉強している時はあまりこう信頼性に関する問題でも聞かなかったかなという印象はあるんですけど、この19回問題で透過性という言葉が出てきているので覚えておきましょう。この透過性を調べる方法としては並行検査法というのがあります。この並行検査法、並行検査というのは例えば工事の機能検査でいうとビット
ビットの中に平行検査ありますよね。バージョン A とバージョン B、 これは A と B どちらをやってもだいたい同じような結果が出るということになります。まあこれが平行検査というもので、これは透過性を調べることができます。はい、この1枚を覚えておくと本当に、信頼性に関する問題が出た時結構便利なので、ぜひぜひ覚えてください。じゃあこの、フローチャートというには少し大げさなんですけど、この1枚を図として覚えておいて最初の問題過去問をやってみましょう。はい、検査の信頼性の概念に含まれないのはどれか。1番からやってみますよ。結果の再現性でん、はい、安定性イコール再現性、もうこれこそ信頼性という感じです。はい、ということで1番は信頼性の概念に含まれます。次に内的整合性、はい、そのまんま出てますね。一貫性、別名というか別の言い方で内的整合性、はい、これをやるのには折半法とクロンバックのアルファ係数がありました。はい、次3、平行検査との透過性、出ました透過性。はい、3つ目に紹介したこの透過性ですね、一番右平行検査法があります。はい、4、理論的予測との一致性、この図の中にはありません。理論的予測との一致性、これは妥当性になるんじゃないですかね。5、検査の透出性、はい、検査の透出性、透出性というのは一貫性、内的整合性のことです。はい、これを調べるのに折半法とクロンバックのアルファ係数が使われます。ということでこの問題、信頼性の概念に含まれないのはどれかという問題の答えは4番、理論的予測との一致性、他の 1,2,3,5 は、信頼性の概念に含まれます。ということでこの1枚を、しっかりと覚える、僕は国家試験勉強をしている時に、信頼性の問題が出た時過去問の解説ページに毎回この、図を書き込んでいました。で、しつこく覚えるようにしていました。結構便利なものだと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただけたらと思います。それでは本日はこれで終わります。また。